しかおらんやろ。俺しかいねえだろ。俺しかいねえだろ。大手にするの俺だ。だいたいさ、なんなんまずメガネやろ。メガネに待ってこっちに合わせて、メガネでこれ一緒にするやろ。いや待って、しかもこっち2つ決めて。これなんなん、毛明るすぎんねん。髪明るすぎるやつで根っこなんか変やろ。それで坊主にしたら俺しかおらん。顔的にまず2人とも似合わんから。いや2人組の YouTuber の1人が坊主っておかしくないですか。いや、ここでしょ。カメラマンが坊主だってかっこよくないですか。おかしいです。いや、ちょっと待ってくれ。それはおかしいと思うけど、普通に単純に考えて坊主が似合う身長って知ってる？坊主が似合う身長って185から187なんですよ。それさ、パリコレとかでさ、よく歩いてる人みんな坊主やん。あれみんな坊主なんだよ、男性って。あれが坊主が一番似合う身長が185以上、187未満だから、それは坊主でパリコレ歩いてる。だから俺が186あるじゃん。もうぴったりだよね。一番似合う身長ってことよ。似合う身長ですって言われて、日本でさ、宗教広めたら空海絶対186ないじゃん。だからあれは似合ってないんだよ。似合ってる。あれは似合ってる。似合ってなかったら宗教普及してないよ。あれは坊主が似合ってるか似合ってないかで宗教がいろいろ広まったわけじゃないから。似合ってるから。じゃあ、あれは似合ってないからみんながバカにして、うわなんであいつやってるのっていうので広まったから。ちょっといいかな。ごめん。二人には言えてなかったんだけど、今ちょっと母親が入院してて、坊主になんなきゃいけないんだ。譲ってくれ。ごめん。たくよ。もうね。言えよ最初からよ。だったか。おめえがそんな辛いんだったらよ、坊主の一つでも二つでもくれてやるよ。坊主のことは相談しろって言ったろ何回も。おい、ごめん。よし、さあな、元気出していこう。じゃあな、ポーズか、てっぺ。そうだな。ありがとう。お前しかいねえよ。ありがとうございます。母ちゃん元気にしてやるよ。行くぞ。ありがとうございます。ボーンだ。どうですか。やばい。夏到来って感じです。お、目指してたもの。あいや。もしあーいいねー、かっこいい。睨む感じだね。あーいいね、好きだね、かっこいいね。いいね。これじゃあ、いりますか、これは。これね、いるわ。いる。これいるわ。これいるって。マジで？かっこよ、マジで。